ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。1685年2月23日から1759年4月14日は、ドイツ出身で、主にイギリスで活躍し、イギリスに帰化した作曲家。英語では、バロック音楽における最も重要な作曲家の一人であり、特にイタリア語のオペラセリアや、英語のオラトリオの作曲によって知られる。 1685年、現ザクセンイコール、アンハルト州、当時は、ブランデンブルクイコールプロイセン領のハレに生まれた。ハレは、元、マクデブルク大主教領の中心都市で、ザクセン選帝公、ヨハンゲオルク一世のこのザクセンイコールバイセンフェルス、公爵アウグストによって支配されていたが、1680年のアウグストの没後は、ブランデンブルクイコールプロイセンの領土になった。 ヘンデルの父のゲオルクははじめ、アウグストの下界、床屋を兼ねるかつ重木だったが、アウグストの死後はその子の公爵ヨハンアドルフ一世に仕えた。父は1697年に没している。ヘンデルは幼少時から非凡な音楽の才能を示していたが、父は息子を法律家にしようと考えており、息子が音楽の道へ進むことには反対していた。しかし、 幸いにもバイセンフェルス公爵がヘンデルのオルガン演奏の才能を機に入り、ヘンデルは両主の援助のおかげで音楽の勉強を続けることができたという。ヘンデルはハレノのオルガニストであったに作曲とオルガン、チェンバロ、バイオリンの演奏を学んだが、時期に死を忍ぶほどになった。1702年にハレ大学に入学したが、同年ハレ大聖堂のオルガニストを1年間の契約で務める。 この頃に始まったテレマンとの交友は終戦続いた。翌1703年、ヘンデルはハンブルクへ出た。当時のハンブルクオペラの中心的な作曲家はラインハルト・カイザーであり、ヘンデルはその影響を受けた。ハンブルク時代には、ヘンデルの最初のオペラ、アルミーラが1705年1月8日に上演され、成功した。同年2月には次のオペラ、ネロ、 原尊せずが上演されている。翌1706年にも二つのオペラを作曲しているが、1708年上演、これらも原尊しない。ハンブルクではまたヨハン・マッテゾンと親友関係にあったが、マッテゾンのオペラ、クレオパトラ、1704年の上演中に二人は喧嘩を始めた挙句、決闘で視察されそうになったことがある。しかし後に和解している。 1703年にヘンデルはマッテゾンと共にブクステ風での公認オルガニストになるためにリューベックに旅行をしているがブクステ風での娘との結婚が条件とされていると聞いて逃げ出している。2年後にバッハも同じ経験をしている。1706年から1710年までイタリアの各地を巡った。ヘンデルの正確な足取りは明らかでないがフィレンツェ、ローマ、 ベネツィア、ナポリを訪れたらしい。ローマでは当時オペラの上演が禁止されていたため、ここでヘンデルは最初のオラトリを、字と悟りの勝利を作曲している。ローマではまた、これ、リにあって、その影響を受け、またドーメニコスカルラッティと、鍵盤楽器の共演を行っている。チェンバロの腕前については、評価が分かれ、スカルラッティの方が優れているとするものもあったが、 オルガン演奏についてはヘンデルが圧倒し、スカルラッティ自身がヘンデルの強い影響を受けたという。再び、フィレンツェのココメロ劇場でヘンデル最初のイタリアオペラ、ロドリーゴが上演された。1708年にはオラトリオ、復活が上演されている。1709年にベネツィアで上演されたオペラ、アグリッピーナは大成功を収め、連続27回も上演された。 イタリアオペラの中心地の一つであるベネツィアで外国人の作品がこれほど成功するのは異例であった。他にカンタータなども発表した。1710年25歳のヘンデルはハノーファー選定校の宮廷学長となったが、ハノーファーには落ち着かず、晴れで年老いた母を訪れた後、デュッセルドルフに滞在し、その年の暮れには初めてロンドンを訪れた。 ここで書かれたオペラ、リナルドは1711年2月14日に、初演され、15回の上演を数える、大成功となった。6月に、オペラのシーズンが終わると、デュッセルドルフを再び訪れた後に、ハノーファーに戻った。翌1712年11月には再び、ロンドンを訪れ、ハノーファーに帰る約束があったにもかかわらずそのまま、イギリスに住み着いた。 1714年のアン女王の死去に伴い、ハノーファー選定校がイギリスをジョージ一世として迎えられることになるが、ヘンデルは2年以上もハノーファーを留守にしていたことを咎められることなく、新国王とは良好な関係を保った。1727年には正式にイギリスに帰化した。1716年にジョージ一世はハノーファーに戻り、ヘンデルも久しぶりに、 ハノーファーを訪れている。ロンドンに戻った後の1717 17年には、水上の音楽が演奏された。ロンドンのオペラは一旦下火になるが、ヘンデルは後にシャンドス公爵となるジェームズ・ブリッジズの住み込み作曲家として、シャンドス・アンセムや可燃劇を作曲した。1720年には貴族たちによって、オペラ運営会社、王室音楽アカデミーが設立され、 ヘンデルはその芸術部門の中心人物となった。ヘンデルはアカデミーのために歌手と契約を結ぶために1719年にドイツを訪れた。バッハがヘンデルに会おうとしたと伝えるのはこの時のことだが結局会うことはなかった。またアカデミーのための音楽の大部分はヘンデルが作曲し、ラダミスト、ジューリオ、チェーザレ、タメルナーの、ロデリンダをはじめとするオペラが上演された。 アカデミーにおけるヘンデルのライバルはボノンチーニであった。しかしアカデミーの経営はずさんであり、歌手同士の争いもあって、ロンドンのイタリアオペラは再び衰退していった。さらに1728年に上演された古事記オペラは、すでに没落していたアカデミーに最後のとどめを刺し、1728年6月1日にアカデミーは倒産する。 と共にヘンデルはアカデミーを建て直し、イタリアを訪れて、歌手と契約を結んで、ドイツ経由でロンドンに戻った。一方1733年には、ライバルの貴族オペラが設立される。貴族オペラの作曲家は、ニコラポルポラであった。さらにハイデッカーも1734年には、ヘンデルと決別し、それまでアカデミーのオペラを上演していた。 ヘイマーケット国王劇場を貴族オペラに引き渡してしまう。ヘンデルはコベントガーデン劇場に移るが、貴族オペラ側はアカデミーから歌詞を引き抜いた上、有名なカストラートのファリネッリを迎え、アカデミー側は苦戦を強いられた。アカデミーと貴族オペラは共に1737に倒産する。ヘンデルは1737年に病に倒れ、回復後は再び、 ハイデッカーと組んでオペラの公演を続けるが、もはやロンドンでオペラが成功することはなかった。ヘンデルは1732年のエステル以来、英語のオラトリオをいくつか上演している。1734年から1738年まではオラトリオの新作を発表しなかったが、1739年、初めにオラトリオのシーズンを開き、サウルと エジプトのイスラエル人を上演した。1741から翌年にかけて、ダブリンで事前演奏会を開き、この時にメサイアを初演して、好評を得た。ロンドンに戻ってからはオペラをやめて、オラトリを一本に絞り、ロンドンで詩純節の期間に演奏会を開き、オラトリを作家としての名声を確立していった。一方、ヘイマーケット国王劇場では、 ミドルセックス白爵が中心になって、再びイタリアオペラが上演されるようになり、ヘンデルの新たなライバルになった。1749年にはオーストリア、継承戦争の終結を祝う祝典のために、王宮の花火の音楽を作曲する。1751年に、左目の視力を失い、間もなく右目の視力も悪化し、1752年に、 完全に失明したため作曲活動はできなくなったが、その後も演奏活動だけは続けていた。1758年の夏、タンブリッジウェルズで眼科医のジョン・テーラーによる手術を受けたが、成功しなかった。ジョン・テーラーはバッハにも同様の手術を施して失敗している。翌1759年、体調の悪化により死去。74歳であった。 ウェストミンスター寺院に埋葬された。ヘンデルが没した翌年に、ジョン・マナリングによるヘンデルの伝記が出版された。音楽家の伝記が出版されることは当時としては異例であった。1784年には、ヘンデルの生誕100周年を祝って、大編成の還元楽団によるヘンデル記念祭が挙行され、その後も記念祭は続けられた。サミュエル・アーノルドによる、 ヘンデル全州は1787年から1797年までかけて観光された。ヘンデルは1724年以来、メイフェアのブルック街25番地に住んでいた。偶然にも1968年以降、ジミ・ヘンドリックスが隣の23番地に住んでいた。現在この建物は、ヘンデルヘンドリックス・イン・ロンドンという博物館になっている。 ヘンデル、ヨハンゼ・バスティアン・バッハ、ドメニコス・スカルラッティは共に1685年に生まれた。バッハは1719年と1729年の二度に渡り、ヘンデルに面会を求めたが、最初はすれ違いになり、二度目はヘンデルが何らかの事情で面会を断ったために、同時代に活躍しながらも生涯で会うことはなかった。バッハが、 音楽の父と評されるのに対し、日本ではヘンデルを俗に音楽の母と呼ぶこともあるが、これは日本人がヘンデルをバッハと対等の存在として位置づける意味で考案した呼び名であり、欧米にはこのような呼び名は存在しない。バッハが主として教会の礼拝で用いる音楽、教会音楽で活躍したのに対し、ヘンデルはオペラや劇場用のオラトリオなど、 劇場用の音楽で本領を発揮した。バッハが音楽家一族であるバッハ家の生まれであるのに、対し、ヘンデルの家族は音楽とは無関係だった。またヘンデルは生涯独身で子供はいなかったのに対し、バッハは二度の結婚で合計20人もの子供、無事に成長した子供は約10人に恵まれた子だくさんの父親として知られており、 両者は作曲家としての活動だけでなく、私生活においても全く対照的な人生を歩んでいたと言われている。オラトリオ、メッサイア、救世主は曲中に有名なハレルヤコーラスを含み、今日でも非常に有名である。オラトリオでは他にエジプトのイスラエル人が知られ、また、ユダス・マカベウス、マカベウスのユダ中の合唱曲、ミオ、勇者は帰るは、 大会の優勝者を称える曲、表彰状授与の BGM、特賞家として、日本でも頻繁に用いられている。オラトリオに比べて、約50曲あるオペラは、ヘンデルの没後は大部分が忘れられてしまったが、オペラ、セルセ、クセルクセス中の、オンブラマイフ、懐かしい木影は、ヘンデルのラルゴとも呼ばれて親しまれている。その他、ジュリアス・シーザー、 リナルドの中のアリア、私を泣かせてくださいなども知られている。1920年からドイツでヘンデルのオペラの復活上演が行われるようになったが、その演奏や演出は18世紀のものとは相い入れないものだった。イギリスでは第二次世界大戦後になってようやく復活上演されるようになった。1990年代あたりからはオペラの創演が非常に盛んとなり、 今日では、気楽曲よりもバロックオペラの代表的作曲家として人気が高い。オペラ、オラトリオや世俗カンタータのほか、還元楽曲としては、還元楽組曲、水上の音楽、王宮の花火の音楽が有名。また、合奏競争曲、室内楽、オルガンやチェンバロのための作品がある。合奏競争曲では、作品6の12曲、1739年が、 最も優れている。これ、リの影響が強く、ビバルディの影響は見られない。オルガン競争曲は、オラトリオの幕合いに、ヘンデル本人が演奏するために書かれたもので、オラトリオ以上に人気があったという。教会のオルガンではなく、劇場の中の演奏会のために、ペダルのない小型のオルガンを使用した。イギリスでは、しばしば重要な行事で、ヘンデルの音楽が採用される。 例えば1981年のチャールズ王子とダイアナ妃との結婚式ではサムソンから輝かしい天使よがキリテカナワによって歌われ2018年のヘンリー王子とメーガン妃の結婚式ではアンジョ王の誕生日のための昇華の第一曲神々しい光の永遠の源よがエリン・マナハン・トーマスによって歌われた人の葬式には サウルの早々更新曲が演奏されることが多い。ソロモンのシバの女王の到着もよく使われる曲で、2012年ドンドンオリンピックの開会式でも使われた。ジョージ2世の戴冠式アンセム中の、司祭、ザドクは伝統的に、戴冠式で使われる。サッカー UEFA チャンピオンズリーグの入場曲、UEFA チャンピオンズリーグアンセムも、司祭、ザドクを原曲とする。 ヘンデルは生前から高く評価され、没後すぐに深刻化された。ヘンデルは名声が没後も衰えなかった最初の作曲家だった。特にオラトリオはイギリスだけでなく、1772年にはハンブルクでメサイアが上演された。1773年にはカール・フィリップ・エマヌエル・バフ派がメサイアを上演した。オラトリオは当時発達した市民レベルの合唱団に、 好まれた。エマヌエル・バッハは、メサイアを何度も指揮し、これに刺激されて自らオラトリオを作曲するようになった。1780年代には、ウィーンのバンスビーテン男爵が、その詩的な日曜コンサートでヘンデル作品を広く紹介し、モーツァルトがこのコンサートのために、いくつかの曲を編曲している。また、ハイドンは、ロンドン訪問から帰るときに、ザーロモンからオラトリを、 天地創造の台本を送られたが、この台本は本来ヘンデルによる作曲を想定して書かれたものだったという。台本はバンスビーテン男尺によってドイツ語に翻訳され、それに付けられた音楽はハイドンの代表作の一つとなった。ベートーベンは特にヘンデルを高く評価し、調子の良いカジアに基づく二世のフーガやユダス、マカベウスの ミオ勇者は会議に基づくチェロとピアノのための変奏曲を作曲した。1824年、ヨハン・アンドレアス・シュトゥンプフとの筆談において、ヘンデルが最も優れた作曲家だとベートーベンは答えたが、ヘンデル全集をベートーベンが持っていないことを知った。シュトゥンプフは後にアーノルド・バン全集を送っている。ヘンデルは楽曲を演奏するたびに大きく編成を変えることがあり、 同じ曲でも様々な意向が存在する。ヘンデルの生前、楽譜は、ジョン・ウォルシュ・オ子ヤコによって出版されていた。ヘンデルの全集は、早く18世紀のうちに、サミュエル・アーノルドによるものが刊行され、アーノルド版、全180巻、19世紀後半には、フリードリヒ・クリュザンダーを中心として、ヘンデル協会による、ヘンデル全集、クリュザンダー、版、 全105巻が刊行された。1950年代からは、ハレ・ヘンデル全集、ハレ・バン、新・ヘンデル全集が刊行されている。ヘンデルの作品カタログとしては、ベルンとバーゼルトによるもの、全3巻、1978から1986年があり、このカタログの番号、ヘンデル作品主題目録番号、HWV を用いることが一般的になっている。 1942年のイギリス映画、偉大なるヘンデル氏は、ヘンデルを題材にしている。ヘンデルを、ウィリフリット、ローソン、ヒロインの歌手芝夫人、トーマス、アーンの妹のスザンナを、エリザベス・アランが演じた。1994年の映画、カストラートは1730年代のヘンデルと、貴族オペラの対立を背景とする。ジェローン・クラッペがヘンデルを演じた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。